おいおい、大丈夫か、大丈夫か。誰にやられたんだ。あの、敵に襲われた。どこにいるんだ、敵は。あそこだ、ママだ。次行くぞ、ママを倒すんだ。お、倒すか。血気術ブリブリブリ、やっぱ無理。おーい、おーい、スノーマンの歌。えー、今日のサブチャンネルは、はい、戦いごっこってあるじゃないですか、はい、それって限界まで引き伸ばしたらどんぐらい続くのかなと思って。うわ、疲れるじゃん。だから俺とポンスが基本的には戦いますんで、はい、終わりそうになったら何かの理由をつけてドラマ調に引き伸ばす。うわー、うちら親はさ、もう早めにさ、戦いごっことか終わらせたいじゃん、うん、結構。そう、だからピッて切り上げちゃう。死んじゃいたいじゃん。そう。ああ、やられた、はい、終わりって言ってた。そう。それをめっちゃ引き伸ばすってこと？そうそうそう。だから逆にもう飽きてくれんじゃねえかなっていう。なるほど、ね。ポンスがもう、もういいわって。なるまで。はい。逆に引き伸ばすということですね。はい。もし、疲れたら、一回休憩しよう。OK。はい。スタート！ピーやっと会いましたね。私はあなたを倒すために何年探し続けたか。スキアリッシュ。強い。じゃあ罰則を貼ってあげる。優しいですね。でもその優しさが命取りになる時だってある。はっ。ふわふわをあげるよ。敵に情けをかける。いつだってあなたはその強さゆえの優しさ、それは相手に対しての冒涜だとは思いませんか。いい加減に してください。これはあたしさんのために。だからスライム仲間になろう。仲間？いいでしょう。仲間になります。それじゃあ握手を。騙されたら、ブシッじゃん。お前はもう仲間になるんだよ。トゥントゥントゥル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 ダンスバトルだ。ブーエク
しあーいけー、私のしもべたちクジラアタック、あーいけシャンシャン、このシャンシャンに当たったらお前は大行列に並んでシャンシャンを見なければならない。やめろ、行列がゆっくりと進んでいる。あと2時間かも。ふざけるな、ふざけるなよ、エルモだ。このエルモに当たったお前はなんだね、新生児ミルクゲロボンバー。うわーいい匂い。新生児を人質に取りなんて許せない。新生児は私の仲間だ。何を言っている、人質ではない。新生児頭くさびる。しゃー、人間本来の皮脂の匂い。エルモ豆投げ出しバージョン。エルモが空豆を吐き出した。アサちゃんに聞いてみよう。エモリアー、何を使う。暗い、おい、しっかりしろ。あやされるんじゃない。お前は戦うべきなんだ。いいか、そのような鈴であやされている場合ではないぞ。ただのカランカランじゃない。これは北欧のブランドのやつだ。何、怪し効果2倍。くそ、こいつの攻撃力がどんどん下がっている。喜んでいる場合じゃないぞ。目を覚ますんだ。こんな北欧のカランカランなんかに気を取られている場合ではない。あやされてしまえ。ああ、やめろ。いやあやされてしまった。ああ私の勝ちだ。そこの長男、何をしている。BMW で一体どんな攻撃をするというのだ。兵器だよ。これはもう痛い。うわあ、早い。何、早い。それでいく。起きた。BM のなんだ。ちょっと待ってくれ。このコアッパが腹をすかしたと言っている。ミルクをあげている間の攻撃は中止だ。わかったの。わかった。一旦持っててくれ。あなたはもう死なます。僕はもうエグゼイドになったから。エグゼイドとなろうが私はあなたを許さない。じゃあもうあなたと一緒に仲間になろう。いいのか。そう、すぐ仲間にするんだよね。なるほどね。戦っていたい思いするくらいなら仲間にしちゃった方がいいっていう賢い生き方だね。そう、今後もヤンキーに絡まれた場合そのように立ち振る舞うことを推奨しよう。そうだ、見てくれ。戦いの末、栄養補給をしている間に眠りについてしまったようだ。大変身。いやもう勝負だ。もう疲れたんですけど、すいません。すいません、まだ終わらないですか。まだ終わらない。俺たちが諦めたらこの検証はまだ終わらない。死んでないんだ。こうやってずっとやっぱり やるから。彼はやっぱりすごいぜ。お前は強いぜ。永遠にやり続けるということだ。だがしかし彼がやめない限り。そうだな、勝負だ。この遊びをすることによりモンスはある技能が確実に育っている。それは何だかわかるか。演技力だ。この子は3歳にして敵や味方、そしてアドリブにしっかりと答えることができている。将来の仮面ライダー役へ抜擢されることを心から願っている。僕は仮面ライダーだ。僕はもう死なない。はぁ、なに、やめろ。うわはぁ、あっ、やっちゅう。ああ、召喚クワガタ。
掴めて足を一本一本もぐだと。なんて残酷な。それだな。ジャイアンこのジャイアンがどうなってもいいのか。それは僕の人形だ。おいドクター、アーク助けてくれ。なんだこのジャイアンがどうなってもいいのか。ダメだ。じゃあ僕にも何か持ってくる。おらあアンパンマン行け。君が求めているのは世界平和かい。僕はもう千葉優が死のために東京映画が死のために行かないよ。死のためにってキングダムのことだな。何だろう。そこで戦いと。まだやるのか戦いは。そう戦いだ。ダンスバトル。先に焦げた方の負けだ。はっはっはっ。キュッサーパーパーテーパ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 ーやるな。じゃあこのバトルはどうだ。動物の名前を言って言って、先に言えなくなった方が負けだ。何をぬるい遊びをしている。また油断しているとトドメを刺すぞ。やってみろ。テッテルテッテル。なんだろう。またかブリブリブリ。やっぱブリー身の代わりしになりたいとかブリブリブリ。いつまでキリン。喧嘩やめてくれ。何？何？どの立場になりやがった。僕はもうパンダの死を見せてくれんだよ。ディズニーランドも死のためにミッキーがいなくなったんだよ。そんなことは分かってる。だが私たちは戦いをやめることはできないのだ。そういうのはダンスバトルだ。一回焦げたら負けなんゲーム。ゲーム性があるな、さすがだ。やばい、このウォーターウェットに水に足を取られる。ジャイアン。ああジャイアン。やったぞ。私の勝ちだ。僕も焦げてない。さすがだね。まだ生きてるだと。だからさっきも言った通り、動物の名前を言って言って先に言えなくなったら負け。これをやるぞ。はあ犬。はっ猫。さあどうだ、君は言えるか。パンダ。やるな。うわゴリラ。フラミンゴ。キリン。なかなかやるじゃないか。やばい、僕は甘いんだ。出てこない。ハト。うわっネズミ。ウサギ。やるな。あシュ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 。出てこない。ガーッカメ。カメ、カメだ。ここはちょっと難しい。そうだね。ね。パポジション変更だったよ。この場所、そういうことね。せーの、パンダ。ゴリラ。
あ、わからない。ピーマン。ピーマン。ピーマンは動物か。もう敵は。ポンス。なんで。なぜだ。あ、最初の位置。最初の位置が対応してたんだ。最初にポンスがこの場所にいて、俺がそこの場所にいた。場所ごとに間違いが設定されていて。だから縛りよく間違えたら、ポンスが倒れる。そういうことだな。おい、ごめんな、ポンス。知らなかったんだ。でも、僕は強いんだ。何？生きててくれたのか？いやあ、チキン。え？あやだ。僕の仲間が。甘かったな。私が倒したのだ。あらあ。あ。う。ぶちゃ。ねえ、もう疲れたねえ。うん、まだ終わんない。まだ終わんないの。もう疲れた。最終形態。最終形態になった。やば。ああ、トンタ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 ン。最終形態のパワーは半端ねえぜ。え、あやな。おい、まだやらないのか？俺たちはもう、仲間になるんだ。そうだな。じゃあ、行くぞ、みんなで。行こう。俺の仲間が、お化けいる。しまった。おい、ボス来いよ。俺の体を使って、ハイパージャンプをして、あのお化けに、はぁーってやるんだ。こうジャンプだ。もう一回だ。もう一回。すごい今。あら！まだ終わってない。まだか。おい。なんだ。分かったぞ。この戦いがなぜこんなにも終わらないか。この世界の謎が分かったんだ。なんだ。ここにワニがいるんだ。じゃあ静かに行こう。いるのか。じゃあこんな長いこと、みんなで、あのお化けを倒そう。分かった、そうだ。剣で。よし、やるか。はぁ、あ、じゃあ、はい、はい、ありがとう、ありがとう。もういいよ。もう終わりたいんだよな。もういい。いいな、長いな。あー、これ長いな、マジで長いんだな。うん、もう飽きると思ってたわ。はい、はい、縛る。よし。じゃあ、こりゃあ。静かに行くぞ。よっしゃー、倒すぞー。暗い。暗いんだよ。オールクリア。心の中に鬼滅データがあるわ。鬼滅。鬼滅だ。鬼滅は僕だ。鬼滅。鬼滅データではないわ。よし。どこに敵が。これがデータだ。入手した。これは何だ。どういうデータだ。これで白色、明るい、暖色、暗い、前頭、上葉。これは何かの暗号か。そう、これを正しい順番に押すと内部組織のデータが全て、待ってくれ。いいよ、待て。何だ。だからこれは、これでいけ。蛍光灯のリモコンという可能性。バルカン、蛍光灯のリモコンということは100歩譲って認めよう。だがしかし、よし、その奥にさらなる秘密が眠っている。待て。なんだ。この蛍光灯のリモコンが秘密データが別になくて、ただの蛍光灯のリモコンだとしたら、ここの白色を押すと電気をつく。もうやめてくれ。よし、お化けを出しに行こう。お化けはどこにいるんですか。あそこだ。いる、いないって。もういるよ。
いないよ。いる。もう疲れた。どこにいたんだ。そこだ。うん。機密データだ。機密データ本当にそれは機密データなんだな。これをくぐったらディズニーランドに続いてるやつだ。いくぞ。なんだこれは。やっぱりディズニーランドだ。ワールドバザールがある。ディズニーランドだ。ワールドバザールがある。そこにはスプラッシュマウンテンの山が。あっ、なんか、なんだ、アトラクションに乗っているかのよう。わかった。今こいつはタワーオブテラーに乗っているんだ。そうだな、タワーオブテラーに乗っていた。でも待てよ、マーちゃんがくぐった時にはココロフープはランドに続いていた。なのに次はシー。待って、ふくまるがお化けに触られたのか。ふくまるはすやすやと眠っている。あー、君の負けだ。校長先生の話が長いとき、笑いに聞いている。校長先生の話が長いときなきゃある。やばい、まだ終わりない。タイガーがそれが持ってるかな。リノ15件に我が校では、マジ長い。待って、持っている記載でございます。何話してるんだよ。夏休みに入ってもですね、規律を、ちょっと大城先生、モラルを守って、校長先生の話長くない。生きて、待って、生活を起こしていただきたいという気持ちで、次さ、体育じゃん。体育に買いに行こう。体育に買いに行かない。出会い系アプリ6組だったら多分持ってると思う。もうちょっと校長先生も長いから無理。全然出会い系アプリがマッチしませんね。それでウィッグを買ってみたんですけど、リノリノリノ、体育に持ってる。体育持ってる。え、借りていい、借りていい。ありがとう。体育借りよう、借りよう。体育、体育行こう。よっけー。あ、お願いします。待ってくれ、そこにシノゴの蝶々が。虫の呼吸、蝶もない、戯れ。いや、それ寿司三昧。行くぞ。見てみろ、これはいつまで戦いが続くかっていうやつだった。今見てみろ、誰も戦いはしてない。そうだ、途中からお化けを倒そうにすげえ変わって、今はお化けを探しすらしない。この王子がお化けを倒してくれるんだ。そうなのか。そう、じゃあもうこいつにやらせればこの物語は終わる。さあ終わらせよう、クライマックスだ。敵はこれだな。行くぞ、最後かっこよく敵を倒そう。あそこにジョージが倒れている。やばい、救出しなければ。その忍び足何。大丈夫、ああ、イエーイ、倒した終わり。倒してる。テテ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 今度はあの人がお化けになったかって。私がお化けだ。この体を乗っ取ってやったわ。
かわいい。かわいい。しのぐ？しのぐ？後ろが消えちゃうの前と合わない。後ろが消えちゃうの前と合わない。バグってる人がいる。後ろが消えちゃうの前と合わない。かわいいね。はぁ、プシュタン。やめろ！なぎ、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 大丈夫？水の呼吸。なぎ。ダーン、チク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 、パパパパパ。ドカーン。もう降参降参ね。なんでこんな動画撮ろうと思ったのねえ。どんぐらい無限なのかなと思って。もう飽きてるよ。はい、飽きた勝ち。イエーイ。スライムやり始めた。はい、ということで。はい。もう今、これで戦いごっこは終わりと言っていいですね。あの人、歌始めても終わってから。おもろいね。どうでしたか、ポンさん。今は、バトルを絶対にやめないという気持ちでポンスと関わったらどんぐらい続くのかっていうやつやお化けを倒してごちそうご清聴ありがとうございました。しばなチャンネルはディズニーランド行った時のしばなちゃんです。でもディズニーランドが行った行った楽しいのでぜひ見てください。じゃあ切ってください。で切って切って。